はい、本日はですね、視聴者1万人に聞いた、ダサいマウンテンバイクをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、僕の視聴者さん1万名の方にお聞きさせていただきました。そろそろね、春が来るということで、春といえば何でしょうというと、マウンテンパーカーなんですね。マウンテンパーカーが皆さん着る時期なんですけども、ちょっと待てよと、このダサいマウンテンパーカーって何なんかなと。自分は今まで気にせんとバーって着てたんやけど、あ、そういや、ダサい人とダサくない人ってここの差があるんだよねっていうのをですね、こちら皆さんに聞かせていただきました。途中でね、僕も着ながら、こういうところを皆さんダサいとおっしゃってるんじゃないでしょうかというね、考察も入れながらお話しして着用していきたいなと思っておりますので、本日の流れとしてはですね、まず皆さんから多かったお声っていうのをですね、トップ4形式で4、3、2って言って、あとは番外編行ってからまた1位に行こうかなと思ってますので、その順番で行きたいなと思います。まずはですね、ダサいマウンテンパーカー第4位というのがですね、みんなと一緒ということでね、街中でよく被るっていうのがね、嫌やっていうお声多かったんですけど、どれぐらい多かったんかというとですね、ちょうど1万名の方に聞いてますので、パーセンテージにしてもすぐ分かりやすいんですね。12% ということで、だいたい1200名ぐらいの方がね、やっぱり人と同じやつって嫌だよねということで、それってダサくないということで、今回ランクインしておりました。まあこれ今出してるのはマウンテンライトジャケットということで、比較的よく街中で被りやすいマウンテンパーカーといえば、まあこの辺とかがそうじゃないでしょうか。まあ僕もね、そんなこと言いながら、3着持ってるんですけども、すいません、忘れてました。ここにもう1着ありましたね。4着あるということでね、こんな感じでどうしてもね、集まってきちゃうということで、まあ僕あんまりね、その感覚ないんですよ。人と被っててもね、別にダサいと思わないんですけども、まあ一部はね、1割ぐらいの方はそういう方も中にはいらっしゃるということで、そんなもん服装やねんからね、自分の好きにさせんかいということなんですけども、そんなお声が聞こえてきそうなんですけども、あくまで今回はそういった動画になってますので、もう自己満足でええねんっていうのはもう大前提なんですけども、周りの人ってどういうのがダサいんかなーって感じで気になりながらね、こう見てるということだと思いますので、まずは皆さんと一緒っていうのがダサいんじゃないですかっていうのが 12% ございました。では次はですね、第3位に行きたいなと思います。第3位がこちら、サイズ間違いというお声が多かったんですけどもね、マウンテンパーカーってまあジャストサイズっていうか、サイズ感結構難しいじゃないですか。それこそね、視聴者さんにコーディネート送ってもらった時にもそうやねんけど、全く同じ身長、例えば170センチやねんけども、一人の方は M サイズで着用されてるし、例えばもう一人の方は L サイズで着用されてるし、全く身長も体重も同じような感じやねんけども、着こなしによってちょっとサイズ感変わってくるということで、非常にね、マウンテンパーカーの場合はサイズ感難しいかなっていうのはあったりするんですけども、極端に大きい、もしくは極端に小さいのってダサいよねっていう声が、なんとこれは何パかな、18%、約2割の方がねおっしゃってはったということで、例えばでかいマウンテンパーカーってどんな感じっていうのを見てもらおうかなと思うんですけども、まあね、この辺はねちょっとでかいんじゃないかなと思います。僕普段 L サイズ着用してるんですけど、これに関しては XL サイズで着用しますので、どうしてもこうダボーっとしてこうだらしない印象があったりすると思うんですけど、ただこのマウンテンパーカーっていうのはですね、基本的に全てこういったベルクロとかがついてるんですね。だからこれをキュッて絞ることによって、それ相応の着こなしになるようになってます。なのでね、さっきまでちょっと大きいかなと思ってたんやけども、こうやってね、あの裾絞ったりとかしてしまえばね、あ、いけんことないなっていうとも済ますので、まあ、もしかにサイズ選びがちょっと大きいかなっていう時は、こういったベルクロとかドローコードをキュッて締めてあげるとね、こう要所要所締めていってあげるというか、こう全部がダラーンとしてんじゃなくて、こうキュッてするとこはキュッてする、ふわっとするとこはふわっとするみたいな感じでね、着こなせるんかなというところで、サイズ違いってね、ダサいよねっていうお声があったんですけども、ただですね、逆のパターン、大きいのがええんやけども、あのちょっとぶよっちゃって小さくなりましたっていう、なんかそういう方もいらっしゃると思うんですよね。まさに僕がそのパターンでございます。ノースフェイス基本的に M サイズとかでいけました。なんでかって言ったら、体重が今よりも10キロ以上痩せてたということでね、そらそんだけ細かったらね、サイズも変わりますわ。ただこのようにですね、僕今この M サイズを着てしまうとめちゃくちゃ小さいんですよね。まあもちろん中パーカー着てるからっていうのもあるんやけども、めちゃくちゃ小さいやないかと、これブヨったらこんなことになるよということで、まあ、このままねこう着ていってしまうとちょっと確かにダサいかもしれません。丈長いのとかはね、どうしでもできるんですけど、短いのってやっぱりどうしようもできひんからね、まあ、サイズに関してはこうあんま大きすぎず小さすぎずって適正サイズを皆さん選びましょうねっていうお声をいただいておりました。では次はですね、ダサいマウンテンパーカー第2位っていうのがこちら、派手なカラーリングということで、ずらっと並べてみましたけども、和紙やないかい、これ完全に和紙やないかいということで、こうやってね、どうしても派手なカラーリングを僕は選びがちなんですけども、そういうのもちょっとダサいよねっていうお声をいただいておりました。これちなみに結構多かったんですけどね、約3割の方が、ダサいということで、3人の1人の方がね、ちょっとあんまりカラフルすぎるマウンテンパーカーってちょっとダサいんちゃうかなっていうお声をいただいておりまして、ありがとうございました。まあ確かにね、アイテム単体で見るとそんなに変なことはないんですよ。別に着れるっちゃ着れるかななんて思ったりするんですけども、ただ街中でこれじゃ着ていきますってなった時にはね、確かにちょっと派手ですよねと、あんまり見ないよねっていうこともあったりするんですけども、まあそこはね、あの第4位とねちょっと差別化できるんちゃうかなってことで、第4位は人と一緒なんか嫌って言ってたんやけども、こういうのってあんまり人と被らないよねっていうことなんで、あのどっちにしてもなんかダサくなっちゃうと、人と被ったらそれはそれでまたダサい
って言われるし、被らんかったら被らんかったでそのカラーもダサいって言われるんで、なんかダサいってなんなんやろうと思いながらね普段生きてるんですけども、そんなことで第2位はですね、派手なカラーリングというのがダサいに入っておりました。まあ、完全僕のことを言われているようでね、僕はまあこんな柄とかね、カラーリングとか結構好きやったりするんですけども、まあこの辺はちょっとダサいよねということになってました。では次第1位に行く前に番外編に行きたいなと思います。番外編少数なんですけども、こんな声もありましたよということでね、まあ例えば服のバランスが悪いと。確かにこういうカジュアルなマウンテンパーカーにスラックスとかね、ちょっと合わせづらかったりするかなと思うので、まあカラーによったりもするんですけどね、そういうところのバランスがちょっと悪いっていうのもそうやし、それ以外にやったらですね、そもそも着てる自分に自信を持ってない、これ素晴らしい名言じゃないけど、自分に自信を持った上で着れば何でも似合うよということでね、これかなり本質ついてるんですけども、そんなシンクって発言したらダメです。ここはねふざけた話とか面白おかしくね服を紹介するチャンネルになっております。そんな芯を食ったようなね、土星論の正解を言われるとちょっとギクってなっちゃうんですけども、そんなお声があったりだとか、あとそれ以外にはですね、なんかノースフェイス着てればそれでいいっていう風潮もちょっとダサくねっていうことでね、あ、なるほど、そういうお声もいただいてるんだなということで、そういう人に限ってこのノースフェイスを多くしてるチャンネルを見てるんですよね。なんかノースってそんなにダサいよねって、いっぱい目に着てるよねって言いながらノースフェイスをレビューしてるチャンネルをずっと見てると、それは天の弱なのか何なのかちょっと教えてちょうだいということ、強がってるのかもしくは批判的に見たいのかちょっと分かりませんけども、そんなお声もいただいておりました。ありがとうございます。ということで最後はね、第1位に行きたいなと思うんですが、ダサいマウンテンパーカー第1位というのがこちら、安っぽいマウンテンパーカーということでですね、パッと見てね、あ、安っぽいかどうかってあんまり分からへんなーっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱり高いの持ってる人からしたら全然違うんですよね。まあ例えばね、今この見てもらってるのこれユニクロなんですけど、ユニクロの多分5000円ぐらいのマウンテンパーカーと、これがねアークテリクスの10万円ぐらいのマウンテンパーカーなんですけども、もう作りから何からも全く違うんですよ。そらね、これ着とったらね、ちょっとやっぱ安っぽく、生地からそうやし、機能面とかもね安っぽく見えるし、そらこれ着とったらね、なんかかっこよく見えるっていうのはね、見ればわかるしね、そらもうはっきり言って同じ土俵に立つのがちょっとおかしいんですけども、まあ安っぽいマウンテンパーカーはね、どうしてもこう生地感とかがしなーとなってたりとか、その部品がねチャッチー感じがあったりするんですけども、あんまり T シャツとかってわからへんじゃないですか。パッと見てね、 T シャツが高い10万の T シャツなんか1000円の T シャツなんかって多分そんなにねすぐ気づける人って少ないと思うんですけど、こういったマウンテンパーカーとか特にアウター系っていうのはね、値段が上がれば上がるだけ雰囲気もやっぱり変わってくるし、部品の一個一個が高くなってくるんで、もうそれは素人が見ても誰が見てもねちょっと違うなっていう雰囲気が出てくるんですよね。まあなのでこういったアウター系っていうのは、人間の中でもこうパーって見た時に顔の次にねこうやっぱ目が行くところじゃないですか。でその次にはパンツに行ったりスニーカーに行ったりして、まあそれはスニーカー好きな人は一番最初にスニーカー行くかもしれんけど、大体の人ってまあ顔を行って次この辺行くっていう流れだと思うんで、やっぱり安いの着てるとね、その安い雰囲気は出てくるんで、まあこの辺はちょっとダサいんじゃないかなということで、パーセンテージがですね非常に高くてですね、約4割の人がそれはちょっとダサいんじゃないですかと、まあ僕のチャンネルらしいですよね。それ安い服をレビューするチャンネルさんとかやったらね、別にそれはその中でやるっていうテイストやと思うんですけど、僕の場合はね、そんな値段とかじゃなくて、まずいいものを狙いに行くって、いいか悪いかで見る、安い高いでは見ない、いい悪い、もうそれだけの判断基準で見るっていう、もう男の中の男のね選別でやっていこうじゃないかと、まあそれにはねぴったり当てはまるようなランキングじゃないかなと思います。もう皆さんも肉もそうじゃないですか。スーパー行って肉買ってね、普通のスーパーの肉とやっぱりちょっと高いところの高級肉って見るからね、なんか違うじゃないですか。何がちゃうのって言われたら、なんかちょっとよくわからへんけど、霜の入り方かなとかね、なんかちょっと赤みが違うのかなって、あんまりそんなはっきりはわからへんけど、なんか違うのはわかると。 100g100 円の肉と 100g1000 円の肉ではパッと見出した感じ、それは違うよねと、ブランド牛ですよねっていうのがね分かっていただけるのと同じように、マウンテンパーカーもパッと見たら違うよねということになっておりました。まあそんなところで、ね、ダサいマウンテンパーカーということでご紹介させていただいたんですけど、また次回はね、パーカーとかもいいかもしれないですね。僕が今こうやって着てるようなパーカーでね、ダサいパーカーといえばどんなんがダサいんですかっていうのを聞かせていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、視聴者1万名にダサいマウンテンパーカーを聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。